コード E 及びミッション E はスタジオディーン制作の日本のアニメ作品。コード E は2007年7月から9月まで、ミッション E は2008年7月から9月まで放送されていた。また、2作品の間をつなぐエピソードとして、漫画コード EX 番外編として小説版コード E 遥かなる囁ささきも発表されている。月刊サンデージェネックス市場で、 原尾由美子が連載していた、全2巻。アニメ第1期からの3年後の話で、コード E とミッション E をつなぐ内容になっており、事実上 E シリーズ3部作の第2部的な位置にある。なお、こちらは、西橋ゆまが主人公を務めている。小学館、ガガガ文庫より発売、全1巻のオリジナルストーリー。原案の坂木一郎が執筆、イラストは尾形剛、小形つ 接触型テレパスであるかヤムラミオを主人公としたコード E の半年後の話。この記事は以下のカテゴリでも参照できますミッション E に関するカテゴリーコード EX に関するカテゴリーコード E 遥かなる囁ささきに関するカテゴリー。ありがとうございます。